また小銭拾うところからやんのかい。100円ん？マジで？あ、500円。マジでこの生活からまたやんの？喫煙所、紙タバコやね、まだね、二人ともね。やべえ、変な空気になっちまったし、この後の行き先は決まってねえし、どうすりゃいいんだよ。とりあえず会話をしなくちゃな。俺とさっちゃんの共通の話題といえば、なんや。ナンバ、アダッチ、まあ、どっちでもいいけど、ナンバ。そういや、ナンバってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。ああ。どうしたの？水曜どうでしょう、見ろ。水曜どうでしょう。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。うん。ああ、確かに。どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でも、もうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。なんじゃこの話。だよな。今度、ナンバ改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。ええのか。楽しみだぜ。もしかして私とデートするより、いや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 、ワンちゃんや足立さんと過ごしたかった？全然違います。え、だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから、うん、そんなこと言わないで。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。そうです、ただその共通の話題をと思って。そうなんです。冗談よ。遊ばれた。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、うん、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね、うん、今から一緒にそこに行ってみない？お、行きましょう。おいいな、早速行ってみようぜ。お願いします。よし、難波の話題から行き先が見つかった。ここから巻き返していくぜ。行けんのか？うまくいくんでしょうか。お、かつみ。あら、落ち着いたところ。え？なんで？なんで、よりによって高級割烹料理なんだよ。すごいね、この立派なカウンター。ああ。ヒノキかしら。すごいとこ。おうです。どうかしたの？一番。ビビってますね。いや、ナンバとは足立さんの紹介の店っていうから、てっきりもっと大衆的な店かと。うん。あの二人も多分来たことはないわよ。うん。ただ、ここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。くそ、あいつら余計なこと言いやがって。どうすりゃいいんだ？高級割烹なんて食ったことねえぞ。早速注文しようよ。お任せとかじゃなくて。落ち着け俺、カッポーつってもフレンチやイタリアンじゃねえ。所詮は日本の飯じゃねえか。うまくやれるさ。じゃあメニューを見ようぜ。なんでしょう。ん、なになに。じゃあ私これにしてみようかな。ある、よく読めへんのある。春国魚の煮物をください。春国魚。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。すいません。え、そうなんですか。ええやんけ。すみません。振り仮名振っとけ、こら。まさかのさっちゃんがミス。うわ、やっちゃった。恥ずかしい。これは俺も読み間違えなあかんな。さっちゃんが恥をかいちまったじゃねえか。こんな時はどうすりゃいいんだ。俺も読み間違える。自然に受け流す。かっこよくフォローする。かっこよくフォローや。このままさっちゃんに恥ずかしい思いをさせたままじゃダメだ。よし、ここはしっかりさっちゃんをフォローしよう。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。ああ。普通に考えてこのメニュー、全部読める人間は相当少ないはずだ。せや。それなのに、振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。せやぞ、大将。ちょっと、そんなこと言わなくても。ええやろかい。うちら一元なんだしさ。なんか偉そうやったし、あいつ。聞こえてましたよ、お客さん。ああ。
うちの品書きに不満があるよ。そうです、お前の態度にも。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。どっちかって言ったら態度。いや、その兄さんの言う通りだ。いや、だから態度。え？うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。お前の態度と思う。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。分かったのかい、バカだな。もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。ですぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。お願いします。正直なご意見ありがとうございます。あ、すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。態度がまだ動いてないけどな。雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。さっちゃんがちょっと見直してくれてる。思ったことを正直に言ったまでよ。これメニューのここ見てくれ、うん、海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。あ、バカだ。いや、それは普通にエビでしょう。残念でした。え、これでエビ。さすがにそれは読めてよ、私が恥ずかしいわ。いや、エフォロや。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。もっとサービスせ。え、私あんみつ大好きなんですよ、嬉しい。ひでえ恥かいたぜ、まさっちゃん喜んでるし結果オーライ。よかったな、巻き返せたかい。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。普通にデートしとるな。ほんと美味しかったわね。うん。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね一番。ああ、こちらこそ。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。うん、なんか前にいるやつ。うん、どうしたんだ。誰？向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。ああ、あの3人組か。先頭を歩いてる人、ゆっくり歩いてるね。田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。うん、さっちゃんのキャバクラの。ほんで？うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ。ああ、他の客にサエコは俺の女だなんて吹聴するから、できんお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして。あら、だから私田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。おお、だいぶ立ちが悪いね。俺の出番やな。ええ、だけど田中は、うん、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。あら、田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか、どっちもかな。わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。うん、そうだ、ちょうどいいわ一番、ちょっと協力してくれる。お、え、あれ、うまく演じてよね、いかにも私の彼氏って感じで。上くんだ。え、彼氏？そんな急に。頑張ります。あれ、さえこさん、偶然だね、何してるんだい。ああ、何って、見たらわかるでしょ、彼氏とデートしてるのよ。のよ。彼氏？そのおじさんが？なんや。どうもサエコさんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。下手くそっぽい。ちょっと声で帰って。バカっぽい。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。どうですか？信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。うん、彼はサエコちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。やべえ、うまいこと彼氏のふりしねえと。だけどさっちゃんと釣り合う男ってどういう男だ。今まで考えたこともなかったな。ここも選ぶんか。あー、ここは逆にナンバ
優しさ。さっちゃんが彼氏を作るなら見栄を張らない自然体の男だろう。よし、俺も飾らずに素の自分のままでいよう。あんたがサエコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？何でもやろう。ハローワークで働いてるぜ。あ、契約社員でな。普通に言うた。契約社員？お非正規労働者の分際でサエコさんとお付き合いなんてありえないでしょう。正社員じゃないからって。そんなこと気にしないっての。マウント取ってるぞ。では彼氏さんに質問しますが、うん、もしもサエコさんが1000万の借金を負ってしまったらどうします？何その質問。私ならポンと払ってあげられますが、あなたを。ああ俺にはそんな大金とても無理だよ。うん、でしょうね。あなたにサエコさんは守れませんよ。お金じゃねえな。だけど俺はサッちゃんの話を何時間だって聞くし、何時間だって一緒に悩むぞ。なんか正直に。それが彼氏ってもんじゃねえのか。いろいろ言うてるで。一番一緒に悩んで何の解決になるんですか。横のやつブス。二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。右のやつブス。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。ああ、マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。あ、そういう例え。私が恋人にしたい人はそういう人。あら、一番が彼氏で本当に良かったわ。あれ、まさかサエコさん本当にこのおじさんが彼氏だって言うのか。信じてくれた。さっきからそう言ってるでしょ。どこ行け。そんなおこら。俺がこんなゴミみたいな誰かゴミや。こら、敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる。せや。ああ、約束するよ。戦闘ですか。ただしお前ら二人に呼吸を据えてからだ。おい、はあ、よくも俺の恋心をもて遊びやがって、ぶっ潰してやる。めっちゃ怒ってる。くたばれ。取り巻きがうぜえな。お、さっちゃんも戦ってくれるな。これは仲間との連携。攻撃で仲間の近くへ敵を吹き飛ばすと仲間が追加攻撃してくれる吹き飛ばし連携。気を引かれた敵を背後から近距離で攻撃するバックアタックあるらしいです。お、まずは受けてみる。渾身パンチでおら。で、オートバトルが選択できるようになりました。オートバトルでは戦闘中に操作しなくても味方が自動的にコマンドを選んで戦う機能。 L2 を押すと発動。なるほど。で、さっちゃんに俺がやらなくてもいいってことかい。これは全力。いや、俺は、あ、勝手に動いたわ。なさっちゃんの攻撃ちょっと見たかったのにな。受けました。おい、こら、どうじゃ。あ、ちょっと、あ、来たね、こら、最低。バカだれ。お前じゃ。下手れが。そう、最後まで悪あがきしやがって。お前や。だけどこれで、あいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう、一番。名演技だったよ。ありがとう。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。びっくりやったでしょ。いいってことよ。どうもです。演技じゃなくてつい本音が出ちまったんだが。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。だね。ごめんね、私のせいで。いえいえ、気にすんなって。でもこのままってわけにもな。そやな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。ああ、服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。はい。おう、すぐに戻るぜ。なんかあるんかと思ったけど、一旦解散かい。ん、あ、なんかいつも通りの服で。あれ、何この、あ、ゲーム。お、
いい写真。ああ、イオゲッチャ撮って、おダーツ。ああ、ブル刺さって、やったー。で、めっちゃ普通にデートしてるやん。楽しそう。というやりとりを見せられましたが。ああ。悪い。自販機見つかんなくてよ。ありがとう。楽しそうやん。すっかり夜ですね。で？最初どうなるかと思ったけど、楽しかった。うん、楽しそうやった。ありがとうね、一番。いえ。そうか。そりゃよかった。デート成功かい？一番？どうなんだい？あのよ。うん。俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。うん。でもよ、今はなんとか定職にもつけて、仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。うん。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、あこの場所、まあ、あの場所やな。腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ、うん、ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。うん。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッタンのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。言うた。だからよ、さっちゃん、うん、俺と、うん、結婚してください。そこまで行く。一番。え、付き合ってくださいじゃなくて、男数が一番。この先何があろうとも、さっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。行き過ぎちゃいます？さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、ああ仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる、うん、でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから。何この展開。家庭に入ってくれてもいい。あれ、いやそんな子じゃない。家のことを任せきりにはしねえ。めっちゃ喋る。掃除洗濯水に買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。うーん、こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。行き過ぎちゃいますか。はさっちゃんありがとね、一番。え、今日は楽しかった。あれ、え、ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか。断りな話もなく、うん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。あれ、じゃお互い頑張ろ。あれ、あ、それで返事は。これはこれでなんかあるってことなんかな。どうなんかな、これは。何か裏がありそうな気がせんでもなかったけど。へえ、ったく、初デートでプロポーズするバカがあるかよ。だな。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。うん。面目ねえ。まあけど、肝がられるだけならわかるけどよ、
それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。うん。いや、別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒ド発点を作ってやつだ。いや、そうではないと思うけどな。終わったな、こりゃゲームオーバーだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。こら、そんなこと言わねえで助けてくれよ。お願いします。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。楽しそうやった。ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさちゃんすげえ楽しそうにしてくれた、と思うんですけど。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。元です。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰っただろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。あの中で今恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗るようがねえだろう。俺先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ別にそこに引っかかることがねえ気がするな。で次は。次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって言うたな。なんだよ、早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。そこ。あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。やめたれ。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。まあ家庭に入れとか言ってたね。その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。ああ、おめおい、今時女なのにはまずいぜ。時代です。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。ですね。そうだったのか。すぐ話題になるもんね。危ないよ。あちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。ああ、いっぱい踏んだかもね。いや、嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。で、その後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって言いました。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それからもしさっちゃんが家庭に入っても
俺も家のことも手伝うって言って言った。そんで将来ガキができたら3人でおやっさんの墓参りに行こうって言った。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。わかんない。ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。はあ、家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。ああそうね、家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。うん、さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。あ、赤ん坊のできねえ夫婦だっているし。そうだね、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。うん、そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。いやそれは言い過ぎちゃいます。おい嘘だろ、俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ、俺はもうどうしたらいいんだ。大丈夫だ。まあ謝るしかねえな。うん、そうだな、愛想つかされてるかもしれねえが何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。お、で、いや、本当ありがとうな。気にすんなって。おう、謝るんなら早い方がいいぞ。だよな、よし、今から行ってくるよ。意外といいけどな。まあそうだろうな。大丈夫か、ついていってやろうか。いや、そこまで世話になるわけにはいかねえ。そっか、頑張れよ。あばよ。じゃあな。ってことで、ありがとうな。また一人行動が始まるとは思いますが、さっちゃんもう出勤してるかな。店に行ってみるか。お店、おー、なんかめっちゃでかいやついる。重要人物は別にないのね。ごっつー、こわーへえ。向かうべきはあっちの方か。あー、せっかくさっちゃんとちょっとなんか連携的な感じのが始まるんかなって思ったけど、すぐ終わっちゃったね。まあでもまたすぐ仲間なるよね。早く仲間とか来てほしいな。でこっちか、タクシー乗った方が、いやこのままで全然大丈夫やね。いいね、相変わらずほんま。赤信号、ゲームだから渡ります。いやー、街歩いてるだけで楽しいよね。さっきもいたよね、お前ね。怖っ。さあ、この辺。うんー、なんや。後悔すんなよ。今ちょっと俺、機嫌悪いぞ、お前。やるぜ。おー、なんや、ボクサー崩れ。おいチンピラなんかナイフ持ってるやん。やめとけ、ほら。全然今のところなんか普通に雑魚で苦労するとかっていうことはないね。来ました。あ、さっちゃん、そっくりさんとかちゃうよね。さっちゃん、さっちゃん、おお、一番じゃん。はあ、偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのことを。うん、一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、うん、謝るって何が。俺全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくてひでえことばっかり言っちまってた。
それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った。あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。ああそれにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。なんやさっちゃんその顔。まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。全部誤解な気がするけど。おやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか。さっちゃんは、その気持ちは嘘じゃねえけど、結婚がおやっさんのためみたいなことを。さっちゃんの気持ちは、テンパってたとはいえ俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。うん、本当にすまねえさっちゃん。さっちゃん、あれ、なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？そうなんです。バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、うん、別に気にしないって。ああ、さっちゃんは気にしない。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？そうやな。でもよ、なら、なんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。そうですね。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、はあ、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ、はあ、ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。そういうことですね。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。わあ、がっつり振られた。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。でもがっつり振られた。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないでせやな。前も言ったけど、お互い頑張ろ。じゃあね。あっさりしてる、こういう子いるある、こんな感じになったことある。あれ1年経った。そういう生活がじゃあずっと1年続いてたってことかい。相変わらずのハローワーク職員。おぉ、んぁ、くそ、いつのやった今。え、よし、ん、今日も仕事頑張るか。未読やったのはここ数日間だけの話をね、1年間未読なわけないよね。おはようございます。さっちゃんどっか行ったとかちゃうよね。あ、春日君、こんにちは。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。なんや、あのちょっと今いいかな近いな。え、あ、前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。あ、いや、ちょっと伝えたいことがあって。何しよう。会議室行こっか。あれ、え、はい、こわ、わかりました。その呼ばれ方こわ。何ですか。あ、契約終了。社員が、いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。あら、なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あら、辛い役回りですね。あなたも。俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか。あ、いや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 、
笠川君は本当によくやってくれてるよ、うん、だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいです。あら、そうなんですか。無職だ。あれ、わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。あら、今月いっぱいってとこすかね。カズが一番最後の一日まで全力で働かせてもらいます。割り切った。あれ、資金はその今日で最後に有給の消化ってことすか。確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって。それは有給じゃないぞ。すごい特別待遇だよ。まあでも金はその分もらえるってことだよね。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても俺全然働きますから、うん、とにかくごめん。これもお目の方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。本当にありがとうって。もうそんな。わかりました。あら、改めて今までお世話になりました。お世話になりました。 ありがとうね。へえ、これもなんか裏あんのかな。いや、急展開ですか。終わっちまった。皆さんに挨拶しねえとな。1年間未読になってたっていうのがなんか気になるんだけどな。そういうのは見れねえか。挨拶。窓口越しに。どうも。あの、小杉さん、お疲れ様です。ああ、お疲れ様。今日で辞めちゃうんだってね。もう聞いてるの、その話。はい、長らくお世話になりました。小杉さんには随分ご迷惑をおかけしちゃって。いやいや、全然気にしないで。笠川くんも元気でね。そう、何、笠川くんならどこでうまくやれるって。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ失礼します。ありがとうございました。っていうのをなんか普通にめっちゃ見られてるけど、なんやお前。あとはこっち側の、あ、この人は、あ、いや知らんわこいつ。あなたは、あの、失礼します。木村さん、つ、あ、あ、お疲れ様。今日で辞めちゃうんだってね。お前も知ってんのか。ええ、木村さんにはパソコンの使い方教えてもらってすげえ助かりました。お世話になりました。いやいや、全然気にしないで。ごめんね、ちょっと今日これから用事あって。あれ、何、じゃあお疲れ様。すんませんでした。ああ、 お疲れ様でした。なんか俺が契約更新してもらえへん、なんか理由、あの、なんかみんな知ってんのかな。あの今井さん。あ、はい。今日なんですけど、俺今日で退職になりまして、長い間お世話になりました。あ、うん、そうらしいね。私も驚いちゃって。元気でね、春日君なら次の職場でもきっとうまくやれるから。ありがとうございます。みんなあっさりしとんな。失礼します。で、もう出ていくの。終わっちまったな。あれ、終わっちまった。あ、悲しき、悲しきお見送り。失礼します。ひげ生やしてんのがやっぱダメでしたか。ロンゲ、怒ってますか。身だしなみのところでアウトでしたが。しっかりしろよ。別に元に戻るだけじゃねえか。まあそうやな。よし、これでまたハローワークを、あ、ダーマ神殿として使う感じ。フリーターになりました。セブンのあの最初の頃に戻ったわけかい。帰ったらまずは足立さんに知らせねえとな。
これからどうやって例の仕事を続けるか相談しねえと。あ、そうやな。斡旋ができなくなるね。フリーターとなった春日は探索アクションであるいいものサーチ。何それ。ああ、はいはいはい、あったね。自販機の前でなんか拾うやつね。換金できるアイテムが手に入ることもありますので積極的にサーチしてみてください。あら、無職だべ。また小銭拾うところからやんのかい。100円ん？マジで？あ、500円。マジでこの生活からまたやんの？ん？もっかいセブンのあの感じをガンガン500円拾えるわ。でも今回、へえ、まさかハロワであんなに堂々と。何の話だい。ヤクザがどうたら言うてるな。うん、へこんでるね。そこに、ああ、おい、あれだよな。あれ、はい、あれっすね。間違いねえっす。何やこいつら。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。誰や、めっちゃおった。え、誰だお前ら。取られてる。取材させてくださいよ、春日さん。ん、巷で話題になってるあの件に関して。カメラ向けんな。あの件、うん、元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。ヤバくはねえ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。ああ、知らねえな。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク。なんじゃこいつは。近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。ああ、春日さんもその一人だ。服めっちゃダサいぞお前。なあ、誰がそんなこと言ってんだ。うん、んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの。カメラ止めろ。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。あっ、行ってしょうもな。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。カメラ目線で何をダラダラと。オッケー、カット。しょうもな。はあ、しばく。はあ、ああ、カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。ああ、今のがネットに流れたら大変だ。はい、やったる。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。ああ、呆れて物も言えねえよ。ですね。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。ああ、そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。うん、まあそれは確かに。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。ああ、そこまでやる。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。はあ、これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。例えがうまく伝わらんか。そこの例えうまく伝わらんか。お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか。もうそんなにバズってんの。知らねえよ、ほとんど見ねえし。うん、マジかよ、めんどくせえな。すいません。おい、見せてやれ。お願いします。こんにちは皆さん、あら、チャンネルへようこそ。 VTuber ですが、今回の告発はこちら。ああ、元ヤクザたちの裏ハロー枠。この男、名前は春日一番。はあ、有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。あるね、こんなんね。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。最近のやつですかそれ。なんだこりゃ。佐々木、
あれ1年も前のじゃねえか。あ、そうか、1年経ってのか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、おお、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。全部取られてる。待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。なんでやねん。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。なわけあるか。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。おこら、これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。じゃあこのチャンネルは。おい、何なんだこれや。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。知らんわ。俺らから見りゃ神だ、神。神。登録者数は500万。あら、すごい。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ、春日さん。あ、そういう意味。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。せや、デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。いや違うから。そうか、なるほど。急にハローはクビにされたのもこいつのせいか。あ、なるほどね。そんなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。どうなの。じゃあ仕方ねえ。なや、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。うん、おい、頼むぜ用心棒。はあ、誰。あら、何こいつ殴ればいいの。そう、あ、そういう出方。いいからよ。あ、前みたいに半殺しにすんなよ。あらあら、誰だお前。俺のネット仲間だよ。なんか嫌な役やな。撮影の時だけ協力してもらってんの。っていうか、ストリートファイト最強、はあ、格闘系の朝倉チャンネルって知らない。今人気爆発中なんだけどな。まあ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 。あ、そうだ、アサッチさ。アサッチ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、これは殴れりゃいいから。あ、よっしゃー、しゃべりは、うちのチャンネルも一気にメジャーになるぞ。しゃべりはあんまり得意じゃないのね。さっさと片付けて、佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。大根演技感は出てるね。ああ、元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。はあ、あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。なるほど。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、こいつら、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ、マジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。おお、こっから先は一歩も行かせねえ。お、やんのね。じゃあこいつら。地獄を始めようぜ。ふざけたやつらめ、絶対にボコったる、絶対にボコったるから。腹立つなあ。全員ボコしたいからな。この辺ほら。飛んでった。ダサいねお前らは。全員ダサいぞお前らは。やめろよ、ほらほら、ええとけ、ええ加減にしとけよ、ほら。全然行くから大丈夫ですか。ドイツから行くべき。なかなかお前みたいな雑魚からやったのか。どうじゃ。え、まだ俺いける。その程度じゃないでしょ。うるせえお前、黙っとけ。うん、やるか。並べよお前ら、縦に並べ。縦並び待ちやねん。そう、あ、くそ。やっと行くぜ。
ならんのかいお前は。でい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 で、あ、MP なくなってきた。これは回復とかをちゃんとした方が、いや一旦普通に雑魚やったら、でワンツーパンチ、ティッティッティッ、やってくれるじゃないの。なんかアイテムそういえば野球ボール投げたろか、野球ボール投げたろ、俺勝ったから俺、あワンパンでした、ザコでした。野球ボールもったいなかったな。向かうところ敵なし、けました。よし上昇上昇、コツつかめたんじゃねえか。フリーター上レベルも上がっていってるな。あれ野球ボール食らったくせに。驚いた、強いなあんた。喋り下手すぎません？ありがとうよ。そう睨むなよ。え？あんたに興味が湧いた。今度またやろう。棒読みすぎるでしょ。動画撮影とかなしの本気でな。マジで？悲しいな。ありゃただもんじゃねえな。ああ、あの棒読み感はな。あれでよう OK 出たね。綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タグ許さんぞこのチャンネルも。タタラチャンネル、あークソ VTuber やな。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ、実は。すまん春日。あれうちの会社な、畳むことになっちまった。足立さんのところも今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたぞ。あらみんな全部こいつなのか。なんてこって、一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった、出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。あら理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな、融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。くそ困りました。俺たち3人が急に職を失い銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。こんなところから始まるのね。原因はこれか。迷惑 YouTuber 的な、そんなところから。こいつは一体何なんだい。誰や。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。はあ、告発系。今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。なめたやつや。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。ガセはダメよ。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。そこで出てきたからね。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだ、とんだガセじゃねえか。そうやぞ。そこがわからねえんだよな。
タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれたタレコミだったのかもしれねえ。タレコんだな、どこのどいつなんだ。誰や。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかいタレコミが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。あら、3日で。で、タタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。コメント。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージ送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。せやな。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ、バカばっかり。じゃあそいつらは何がしてんだ。青です。叩いてもいい人間を探してるんだ、ストレス発散のためにな。ゴミクズです。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。ああ、正義やと思ってるから。その一方で立ちが悪い。悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。確かに。すまねえ足立さん、ナンバー、俺のせいだ。俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を。あら、そこまで。俺が台無しにしちまった。いや、大丈夫大丈夫。本当にすまねえ。そんなことねえよ。あ、そやとか言って言い出したらやばいな。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてなもんさ。おこれから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。いけるかな。ナンバー足立さん。すまねえ。すいません。元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。親さんの意志を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。誰。そちらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。はあ、そしてさっちゃんは大丈夫かい。ハロワに俺を当てにした元坊の連中が来るかもしれねえ。顔出しに行くか。はあ、じゃあまたハローワークへ行くっていうことでございますが、こっからどうなるのか、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。まだでもハワイに関する情報出てないからどうなっていくのか気になるところですね。それではまたよろしくどうぞ。